はい、どうも、なぎです。今日はね、限界に挑戦したいと思う。で、どんな限界かというと、パブロの連打。今回ね、縄張りバトルを使って、パブロでね、塗りポイントをどんくらい貯めれるか、挑戦していきたいと思います。で、どんな感じかというと、箱具倉庫のコンテナの上から、まあ、ただ振るだけなんですけども、振って、まあ、スペシャル溜まったらインク回復してっていう感じなんだけど、塗りポイントって普通に縄張りバトルしてたら1000ポイントくらいしかもらえないじゃないですか。でも、今回はプライベートマッチで、まあ、自分はね、塗るだけに専念して、何ポイント溜まるか、挑戦していきたいと思います。てかほんとこれ疲れるんですよ、手が。一回ね、練習でやったんだけど、めちゃくちゃ疲れた。もう検証になりそう。はい。ということで、挑戦していきたいと思います。はい、間違えしました。ということで、コンテナの上から、パブロ、振りの限界に挑戦していきたいと思います。疲れた。もうすでに疲れてるんだけど、オッケー、ちょっと現場まで行くわ。ここの、まあ、今ちょっと塗っといて、このコンテナから、まあ、敵チームも来るんですけど、まあ、こういう感じで塗りポイント貯めていきます。でも最初はね、触れるし、こうやってインクも回復できるから、まあ、ずっと振ってられるんだけど、まあ、だんだんね、疲れてきてね、3分間もあるからね、これめっちゃ疲れるんですよ。いや、もうなんか疲れた。うわぁ！いや、マジで疲れる、これ。いやぁ溜まってるよ、これ、6000。6000じゃ、600? 600か。6000はさすがに持った。これ結構溜まるんだよ。ね、スペシャルも溜まるから、うわぁ、疲れる、これ。疲れた。疲れた。あ、もう1000いったぞ。うわぁ。うりゃぁ。うりゃぁ。やべぇ、ちょっと振りが遅くなってる気もする。疲れた。もう2000いったぞ。3000いきたいな。手がやばい。カチカチ。筋肉痛。もうこれ明日筋肉痛でやばい。合計3701か。レンチャンでやるの疲れるけど。最初、ジグにちょっと塗ってこう。相手が来るまで時間があるから、ちょっと塗ってか行こうかな。ここ塗ってか行こう。やばい！なんか普通に振るのも疲れてきた。こんな感じで。いいんじゃないですかね。ほら！ジャンプした方がいいのかな？遠くまで塗れるから、意外とジャンプした方がいいかもしれない。ちょっと一回これでやってみよっか。1分で1000を目標にしていきたいですね。うわぁ。しんどい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 。あぁ。1分で1000どう？あ、いけるいけるいける。1分で1000いけるぞ。オッケーオッケーオッケー、ペースいいペースいいペースいいけどすげえ疲れる。やばいやばい。なんかプロコン壊れそう、いつか。せっかく最近買ったばかりの俺のお兄のプロコンが。いや、なんかパブ
風呂使ってると壊れるっていいもんな。オッケーオッケー、1分で1000のペースいってる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 。ペースいいよペース。ペースいいよ。頑張れ自分。ああ。頑張れ。いた、いた、いた、いた。完全いた。おお。ああ限界。疲れた。めっちゃ疲れた。やばい、右手パンパンなんだけど。4120きたー。